公益財団法人愛機会は、愛機道を社会に普及することを目的に、愛機道創始者、上島森平が設立した、日本の公益法人。本部は、東京都新宿区。大東は戦争開戦前に、財団法人公部会として発足し、終戦後、愛機会と解消。2012年より、公益財団法人に移行した。愛機道会で、 最大勢力の合気道統括組織であり、日本国内100万人、世界全体で160万人とも言われる、合気道人口の8割を占める。森平の死後、実施の上芝騎士丸が、代表者である二代目道主を継承し、現在は、上芝守郎が三代目道主を務める。日本武道協議会に加盟しており、毎年5月に、 日本武道館で全日本合気道演舞大会が開催される。参加者は1万人以上。外国からの参加者も多く、最大の合気道イベントである、合気界の代表を道と呼ぶ。他の芸道における家元、宗家とほぼ同義。ただし、合気道全体の道種というニュアンスがある。創始者の上柴森平を初代と数えるが、通常は海祖と呼ぶ。 愛機会における組織上の役職としては理事長がありこれを道主が務める。また他の武道、芸事で同志という言葉を使うところはない。愛機会では空手道や柔道と同様に段級異性を採用し、8級から1級までの級くらいと初段から8段までの段位が存在する。試合や競技がないため、昇級、昇段審査は受験者が、 審査員の指定した技を演舞する形式をとる。2段以上の審査では、合気道についての感想文、評論文の提出が求められる。5段以上の商談は、6段以上の有段者が合気会本部に推薦し、本部の審議によって認められる。なお4.5段以下のものは、指導員、6段以上のものは、師範として指導者の資格を与えられる。 愛機会から銃弾を与えられた師範としては、藤平孝一、白田、林次郎、大沢喜三郎がいる。白田と大沢は、生前の愛機道普及への功績を評価されて、没後銃弾に列せられた。また引きつ道を、安倍誠一氏のように、愛機会を介さず上芝森平から直接銃弾を、引火された師範もいる。道主は、 合気道の同等を継承し団位を印果する立場にあるため団位を持たない。そのため同主は有段者の証である黒帯ではなく白帯を占めている。合気会は全国、世界の合気道の普及に取り組み各地の支部道場の指導運営に携わると同時に本部道場において会員の稽古、指導者の育成を行っている。本部道場は 上芝森平の開いた後部館道場をその前身とし、世界中の合気道愛好者の中心地である。合気道学校はその中に設置された特別コースで、東京都の公認を受けた唯一の合気道教育機関である。毎年100から150名前後がここで学び、全課程を終了すると初段を授与される。合気会では、機関士、士として以下のものを発行している。 ABCD、愛機会と、その活動。財団法人愛機会。2018年4月18日閲覧。国際愛機動連盟。上芝守良。愛機道パーフェクトマスター申請出版社。スポーツステップアップ DVD シリーズ。2009年。18ページ。i s b n 4 4六5 8 6 4 3 5上芝2009。 P39 財団法人愛機会編、公益財団法人認可記念同種特別インタビュー愛機道探求第44号出版芸術者2012年7月公益財団法人愛機会ウェブリオ辞書2018年4月18日閲覧以前は9段10段位が認可されていたこともありその段位は現在も有効である 合気道団意見証、財団法人合気会。2011年5月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年4月18日閲覧。合気道探求、出版芸術者。1991年。上芝吉祥丸同室伊藤号。合気道探求18、出版芸術者。1999年。上芝森平、術、合気会。 愛奇神髄、愛奇道海藻、上芝森平五六、白獣社、1992年、3班。うんド BN0562080。上芝森平、術、愛奇界、愛奇界、愛奇神髄、愛奇道海藻、上芝森平五六八渡書店、2002年。ISBN48 億9350万3820。 ムシド BA59545902。上芝吉祥丸、上芝守王、基本愛み道愛機会、出版芸術者、2002年、改定。ムシド BA76065903。上芝守王、基本愛み道愛機会、出版芸術者、2011年、改定審判。ウシド b b 0 6 4 0七七九二上芝道久。 基本愛気道、公在、愛気会公式テキスト出版芸術者、2016年。ISBN 48億8293万4884。虫度 BB2125 万3901。奥区9億4442万8902。ありがとうございます。